美しいものには理由があって、デザインのためのデザインでもないし、性能のためのパッケージでもなくて、特にレクサスは主役はあくまでも人なんですね。車とドライバーの程よい距離感というのを試行錯誤で繰り返しながら、まあ、ある意味閉ざされたこう大事な空間、乗り込んだ瞬間にその自分だけのこう世界に入れる。重い部品を中央に集めて、要は車の重心を人に近いところに持っていって、車と人の一体感を作っていく。マルチリンクサスペンションというのは5本のサスペンションアームを持っています。他のサスペンション形式よりは自由度、ポテンシャルを持っている。風度を低くしたい、大きなタイヤを履きたい、運動性能としてレベルアップしたい。で、まずはサスペンションの上のタイヤの上を薄くしたい、まあ、そうすることで、低いスピンドルから全てのフォルムが低く流れる。運転しているとですね、自分のミラーに自分のフェンダーが映るんです。それが僕の一番好きなビューなんです。やっぱりラグジュアリークーペっていうのは理屈じゃなくて心で感じられる気持ちよさみたいなものがやっぱりあって、